ってる。動いてる。動いてます。これが入ってないんだ、ね、多分。これって、こっちの方が入ってないのかな。これせっせ、これってこっちか。あれ？でも入ってますね。まあ、入った。もうちょっと。美味しい。なんか自分では買わないわけ。ああ。なんか人が買ってくるとなんか美味しい。ああ、わかります。7月15日これ全国的にマンゴーの日わかんないです。こっちだけマンゴーの日って書いてて、はい、で、見てください。ちょっと調べようと。7月15日なんその面パチパチはここあれだよ。Wi-Fi 飛んでるよ。あ、マジですか？ほら、これ。あ、そうなんだ。うん、知らなかった。じゃあ、あげますよ。はい。ホッピーの日。皆さん、こんにちは。沖縄県北谷町 FM 狙いのスタジオから、こんにちは。7月15日。アサミビクトリア、シーザデイ。担当はチャリウーアサミビクトリアノンで、この後50分生放送で、それから月曜日は再放送でお送りしています。ゴッホの描いた油絵で空が青くない風景画に出会いました。じーっと見つめていると赤や黄色、緑などのいろいろな色が複雑ににじみ合っていました。でもなんだか青の仲間の絵の具で表現するよりその方がずっと空の青さ、広さが伝わってくる気がしました。皆さんに伝える言葉がそんな風に直接的じゃなくても深く胸に何かを感じさせるものであったらと願いたい。そう、ゴッホの絵のように。沖縄県北谷町 FM ニライからお送りしています。アサミビクトリアシーザデイ。この番組へのお便りは fm792@fm-nirai.jp fm にらいのホームページからリクエストを検索し、アサミビクトリアまたは私先週なんだよなんだよそれは番組最後月曜日は再放送です。もし私が沖縄ではなくどこか別の土地に生まれ育っていたら、皆さんに言葉を伝えることを仕事にしていただろうかと思うことがあります。普段何気なく使っている言葉、私にとって言葉を伝えることは仕事というよりも生きることすべてにつながっている感じがして、それは私が沖縄で生まれ育ったことと深く結びついているように思います。アサミビクトリアのシースタデイ、ランチの前のひととき、ちょっと幸せを発見したり幸せの兆しを見つけてほしいという思いを込めて番組を送ります。この後11時50分まで生放送でお聞きください。先週は収録でお送りいたしましたシースタデイですが、今日は生放送でお送りしております。えですよね。ええそうなんですよ。じゃあね、早速ですが、お芝居の話は後々ということで、はい、はい、ゆっくり話していきましょう。ノンズセレクト、はい、今日は、はい、今日のノンズセレクトは、マッカルモント&バトラーでイエスです。マンゴーの日は沖縄県だけかもしれないです。ですね、沖縄では7月15日頃がマンゴーの収穫の最盛期だそうです。そこで沖縄では7月15日をマンゴーの日と8年前に制定。8年前っていつや。これが8年前、8年前、今から平成12年に制定されてるので、5年前、5年、今29年ですよね。
ってことは17年前？え？ん？いつの記事やこれじゃあ。ああ宮崎と沖縄では違うんだ、マンゴーの日が。宮崎では5月25、あ早ー、沖縄では7月15らしいです。マンゴーを食べてにっこりが宮崎0525、うん、あマンゴーを食べてにっこりだそうです。イエイマンゴー最盛期だけど、あんまりまだ並んでない気がする、うん、あ、本当です。スーパーそんなに並んでないですね。確かに並んでる？いや、お土産品屋さんと JA ぐらいでしかまだ見てないんです、うんうん、私も、うん、スーパーではまだ見てないかな、うんかゆい。マッカルモント&バトラー。はい。はーい。久しぶりだな。ん？今来た方。え？見てない。あれねにゃ。一緒にチラッと。はい、たまに来るんです。あ、そうなんですか。はい。ロジテックゲーム用品。じゃあ絞って曲紹介いきますね。はい、でその後ジングル流します。はい、定期読みまでいきます。はい、じゃあ曲紹介お願いします。はい、お届けしたノンズセレクトはマッカルモン&バトラーで Yes。 この番組はオリジナルプリントウェアマトエンタープライズ、ドグチスポーツ、ブーランジェリーアテットの提供でお送りいたします。食べやすい。今日はのんさんからお菓子来てます。あれあれちょっとトレード。ほら、ん、一緒かは同じ。袋が違う。あ、袋が違うだけですかね。なんか同じだと思う。お星様、ま、耳がかゆい。今
ユースト見てる人はこの食べてる音しか聞こえない。チャーリーさんが食べてるんですよ。美味しそうに食べてる。皆さんこんにちは。はい、たい。なんじゃらほえ。先週舞台見てきました。ありがとうございましたね。それもあって収録放送でお送りしたんですが、ご来場ありがとうございます。はいはい、どうでしたのさん。いやいやいや、あ、でもなんか面白かったですね。面白かったですよね。本当ですか、嬉しいですな、ね、うん、なんか思いっきりこう、はい、なんていうのかな、中途半端ではなくて思いっきりガンってやってる感じが、はい、かえってなんか、はい、面白かった、笑ってしまった。わ、ありがとうございます、ね、うんうん、なんかあの、うん、過去に行ったり現在に戻ってきたりう、ね、うんうん、そうなんですよ、うんうん、どこ、僕一番やっぱりちょっとまだシーンがこう蘇るのは初めての中ですね。あれは大変でしたよ、稽古中、見たかった、見えなかったの、あ、ちょうどそうなんですか、ちょうどその、はい、ね、演じていた場所と、はい、角度が多分私のとこからちょうど見えなかったの。そうですよね、ちらっと見えましたよ、のんさんが、なんかいるなって感じだったけど何してるかよく見えなくて。あれはですね、見えたんですね、チャリさんのお席からは余裕で見えましたよ。本当ですか、うわーみたいな。あれ稽古大変だったんです、本当に。ですよね、あの私自身がああいうお芝居するの初めてなので、はい、もう硬直するんですよ。でも役柄的にそういうのにビビってるような女の子ではないので、豚子っていう役がもう全然女の武器を使ってなんぼぐらいな感じなので、稽古の最初はもう30秒のハグからスタートでした。じっとこらえるハグから始まって、だんだん距離を縮めていって、本当に本当に葛藤でしたね。ですよね。僕いろいろ舞台やっぱり結構見てきてるんですけど、はい、うん、あんな至近距離で見たの久々ですね。切断の絆、うん、あのソフトはあるんだけど、はい、ブチクうわ久々ですね。久々っていうか初めてですね。思わずブラボーって言いそうになりました。ブラボーって、はい、いやあれ本当にいい経験になりました、本当に。ですよね、うん、なかなかないので、あ、すごい相手の金城雄一さんにも感謝です。ありがとうございます。聞いてますか？そう、永瀬でもね、あのカップル役だった方なので、はい、そうです、そうです。永瀬アイランド3月の舞台でカップル役で、で今回の舞台ではちょっとまあ私がね、あ、そうなんだ、うん、襲っちゃうっていう、あら、ハレンチだわ。ああ、別の人ではなかったんですね。あ、ではないです。だから全然別人に見えたんじゃないですか。もう永瀬ではもうバリバリな仕事できますマンな感じが、もう切れる男みたいな。そう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 、今回ちょっとね装飾系男子な感じの。ああそうなんだね。そうなんです。どっかで見たことあるなっていうのがあったけど、そうだったんですね。はい、もうね、すごい宙がありましたよ。見ていただけてね、よかったです、本当にありがとうございました。ストーリー良かったですよね。ああ過去に戻っていくシーンはあの、はい、あの舞台背景がそんなにない中で、そうなんです、それをイメージさせるっていうのはとても大事かな。うんうんうん、本当に刹那の絆、ご来場ありがとうございました。ああ良かったです、良かったですよね、うん、引きずったでしょ、久しぶり。寂しいですね。ですよね、みんなに会いたくて仕方ないですね、はい、寂しいと思います。まあまあ切り替えてね。そうそうそう、はい、やっぱり笑って終わるっていうのはなんかそうですね。自分の娘も舞台してるんですけど、うん、泣くっていうの今まで一度もないですね。あ、お舞台終わった後にですか、うん、あいつも笑ってますね。あ、泣くって終わりっていうのがイメージですので、うん、笑うと次にもまた新しい、また、うん、そうですね、何かを吹き込むみたいな、はい、あの笑顔で終わるっていう、本当に私も打ち上げも大爆笑で終わったの で、 いいじゃないですか、めっちゃ良かったですね。これからが始まりだねっていう、そうそうそう、みんながそれぞれスタートラインと出たので、うんね、またご一緒できるように頑張っていきたいと、はい、それぞれあの男性が3名でしたか、うん、そうですね、それぞれの
あのキャラがいろいろあってね、うん、はい、良かったですね。濃かったですね、それぞれ、うん、ね、やっぱ稽古中からこうみんなそれぞれイメージというか裏、うん、台本の裏の裏ストーリーを作ってて、うん、実際に例えばブタコとモンキーは昔はどういう関係だったのかとか、この人物の履歴書を作っていく上でいろいろお話をしていって、あ、それ大切だね。ですね。だからこそ舞台が終わった後は離れるのが寂しかったですね。女性2人、あ、うん、ビクトリアさんともう1人いたじゃないですか、はい、夢野さん、対照的で良かったですね。あ、はい、もう全然逆なキャラクターを演じさせていただいて、ね、そういうなんか友達関係いるなってよく感じました、ね、うん、あ、そうですよね、なんか作られたものじゃなくて、あ、いる、うんうんうん、なんかこう豚子みたいにいろいろと、まあ、価値観がぶっ壊れちゃってる子っていうんですか、はいはい、もういればその友達のニャー子はどっちかっていうとなんかしっかり者なお姉さんっぽい、ふわふわしてるけど芯がある感じの子で、なんて言うんだろう、いるよね、いますね。なんか似た者同士ではないですけど全然違ったものだけど、うん、でもお互い理解力があってっていう、うん、ああいう友情関係はいいなって思いました、うん、演じながら。あれ1時間半ぐらいですか、うん、そうですね、大体1時間20分から半ぐらい、半ぐらい、はい、あ、なんかすごく全然飽きなかったです、ストーリーの展開が、うん、あ、本当ですか、京楽さん聞いてますか。上から目線なんですけど、飽きなかったです。わあ、嬉しいです、ありがとうございます、うん、で自分なんか舞台見るとき必ず最後どうなるんだろうというのを必ず想定するんですよ、はい、なんか、うんうんうん、でも今回のものは最後に想定されてたじゃないですか、もう分かったじゃないですか、うん、最初の方で伝えてたじゃないですか、そうですね、ね、うん、でそれがまああったので、うん、で最後どういうふうに締めていくのかなっていうのがうんうんうん、ありました、うんうんうん、はい、あの29歳というワードが ね30歳になったら幸せになれるって希望を抱いたにもかかわらず、うん、29歳で生涯を終えてしまうっていう、ちょっとその切なさが最後の最後にドーンと、ね、はい、来たと思うので、うん、一生懸命ブタ子の生涯を演じました、うん、はい、あの演劇ってそういった部分でいろんな役柄に慣れて、いろんな、ね、うん、人たちとも出会いがあったり、はい、か自分の言葉を代弁したりとか、うん、そこに引き込まれるっていうのはいいですね、想像力が、はい、かきたてられるというか、うん、やっぱりテレビと違って、うん、そのままのその時の役者さんが感じたのが身近に感じられるので、うん、でもいいなって、うん、そうですね、生のお芝居ですよね、はい、だから何百年もこう舞台っていうのはこう途切れることなく続いてるんだなって、うーん、あれ見た後にあの NHK の太平記っていうのを DVD を借りてみたんですよ、太平記、あの帰った夜、あ、そうなんですか、はい、はい、これは真田広之、はい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 、足利尊氏、はい、で武田鉄矢が楠木正成、ほう、で後醍醐天皇とかいろいろ、ああ覚えてます、はい、であと片岡鶴太郎、はあ、はい、とか出るんですよ、はいはいはい、でその中で出てくるのが足利尊氏の役になった真田広之さんがですね、こう関所の方で、はい、こう通る人たちを尋問してるんですね、うん、その中になんかこう罪人がいないかとか、うんうんうん、自分たちが探してる人がいないかっていうの で、うんうんうん、でその中で出てきたのが武田鉄矢が、はい、まあ、楠木正成って言って河内の武将なんですよ、はい、武将なんですけど、そこの関所を取るときにうん、でちょっと待てと、うん、と止められるんですよ、うんうんうん、でそこに止められたのは出雲の奥にって言って、はい、こういろいろ舞台とかいろいろ回地方を待ってる、でどうしましたって言ったら、そこの車引き、はい、人力車かなんかですか、なんかそうそうそう、なんか遺体道具、はい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 、そいつにの舞を所望したい、おお、見せるって、そしたらその出雲の国がいいんですよ、いやいやいや、ね、こんな車引きにお武家さんの、ね、目の目にこのかなうような踊りはできませんって、うちの、 あの芸人がいますから、そうどうぞそちらの誰かをご指名してくださいって、
うん、いやそちのがみたい、おそいつが怪しいと。怪しい、うん、つまり化けてこの村のこの芸人たちに紛れてこの関所を通ろうとしてるんじゃないかと。はあ。で本当の芸人だったらちゃんと舞が踊れるんじゃないか、なるほど、うん、っていうシーンが出てきて、うん、で何でか知らないか、その DVD を借りに行って。どうしたんですか。何でか知らないんですだってね、刹那の絆を見た後に足利尊氏でしょ、三田義貞とか楠木正成呼ばれたんですかね。でそこで武田鉄矢や扮する楠木正成が踊るんですよ、歌舞くんですよ、うん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 、それがとても周りをこう笑いに誘って、うん、でこう、いやこいつもうまいなみたいな感じで、でそしてあの足利尊氏役の真田広之がよし、さすがこんな車引きでもこれぐらいの踊りを見せるんだったらそなたたちのこの劇団はなんと素晴らしいものだろう、ほうで、とどうぞ通ってくださいみたいな、でこう通り過ぎていくんですよ。その時に真田広之がこの武田鉄矢にかける言葉、はい、もしあなたが楠木正成という男なら、うん、なんでこんなに勝ち目のない戦をすると思うんですかって、もう見抜いてはいるわけ。ああ、なるほど。見抜いてるけど、なんでそんな勝ち目のない戦を、そんな戦に優れた人がやるんですかって言った時に、うんうん、へーって笑ってもう鼻こすりながらこう通り過ぎていくシーンがとってもなんか自分好きで。あで、そして通り過ぎた後に弓が投げ込まれるんですよ。怖い。足利尊氏のこの陣屋敷のこの関所みたいなところに、うん、その弓矢にはこう手紙がついてて、文がついてて、なべやぶみだ。そう、でペラペラペラって見たら、はい、戦は勝ち負けはない、うんうん、私は大事なものを守るために戦をする、車引きって書かれてるのが、ね、車引き、なるほどね。なんかかっこいいなと思って。はあ、渋い。そう、なんかね、舞台とか何かするときにやっぱり時間もかかるじゃないですか。で、その自分が演じてるものがどれぐらいのものかもわからない。そうなんです。じゃあなんでそれをするのって言われたときに、やっぱりその人の大切なものっていうのが構築されて結晶されたのが、うん、だから長いセリフを覚えて、うん、時間を作って、そして役になりきって、うん、で自分と思わない役になるかもしれないけど、それを役切ってみんなと一緒にその一つのものを作っていくっていう、うん、なんかこの人にとって見えない大切なもの、宝物っていうのがこの人を見つけたんだなって、それぞれ。あ、そうですね。だからあのシーンはいつもなんか自分の節目節目に何年かに一回見ますね。とても有名なセリフで、ネットで検索したら出てきますよ。あ、そうなんですか。このセリフ、うん、はい、っていうのがありますが、見てほしいです。はい、ますので、はい、イエーイ、見ましょうね。のんさんがふわって舞台裏の穴から見ましたよ。あ、のんさんがいるぞって緊張して舞台裏のこんな細い穴から見て見えるんだ、いると思って見てました。穴開けてるの、あのバッグの板に、あの釘の穴が開いてて、そっからのんさんがいるって、あの洋服はって見てました。そう、分かんなかったでしょう。緊張してたんですが、ほどけました。それは ありがとうございました。それではメール紹介しますね。はい、では三田の空さん、お、これ前回のが、ね、届いてるんですが、あ、前回、四段上空快晴です、夏本番。これ読んだから日中気温が上がりっぱなしですが、先週はビクトリーさんの声が聞きませんでしたね。すみませんの、気をつけていきましょう、はい、すみません、ありがとうございます。舞台のタイミングですね、はい、収録とその前があります、はい、元気な声をお届けできず、はい、申し訳ないです。同じく読谷の空さんもですね、はい、読谷上空快晴です。お、あ、ちょっとこれ待っていつもメッセージありがとうございますよ、三田の空さん。あ、これですね。
じゃあラホイ改正です。はい、セミの元気な鳴き声は午前3時から聞こえます。ほほほほ、すげえな。その前に3時に起きてるっていうのもですね、元気すぎませんか。ちょっとビクトリアさん、はい、大公演どうでしたか。見に行くことはできませんでしたが、いい、ね、長いセリフを覚えてとても大変なことだなと思います。大変お疲れ様でした。ありがとうございます。ブラボーでした。はい、続いてですね、はい、ビクトリアさん、うん、ビクトリアさん、はい、舞台公演お疲れ様でした。ありがとうございます。ラジンラジオ、タキジンスイカを食べながら応援していました。いいな、スイカ食べたいな。食べながら応援してました。種飛ばしてね。はい、あ、続いてですね、今届いてます、ね、お、かゆいかゆい。ラジオネーム、アサミビクトリアシーザデイ、うん、何、アサミビクトリア、何、ビクトリアさん、はい、お芝居どうでしたか。うん、よかったですよ。勉強になりました。とっても、ラジオに舞台上位にバイタリティに溢れてますね。いえいえいえ、今日も元気がもらえる3人のおしゃべり楽しみにしてます。マカチョウケですね。あ、お名前ないんだ。あ、これカモメはカモメさん。あ、カモメはカモメさん、ありがとうございます。ねえ、嬉しい。いえ、あ、いっぱい来てるんだ。うん、嬉しいな、嬉しいな。うん、ですね。紅、うん、白饅頭さん。お、お久しぶりです。アサミビクトリア中ズ中中中のコーナー。あ、すごい、ちゃんとちゃんと書いて送ってる。ありがとうございます。紅白饅頭さん。一ヶ月ぶりに。ラジオを聞くことができました。はい。相変わらずのオープニングですね。どんなどんな。ビクトリアさんの、はい、オープニングの詩、とても癒されます。うん、わお、ありがとうございます。ノンさん、タリさん、これからもよろしくお願いします。はい、ラジオ楽しみにしてます。お願いします。ありがとうございます。嬉しいですね。いいですね。うん、なんか、自分も言われたんですけど、うん、人が、うん、声が入ってなかったり、それからなかったり、めっちゃ気ままよねって言われてですね、はいよ、そうなんです。このラジオのテーマは気ままです。気ままです。だからこそ生で聞いてほしいんですよ。あ、ね、そうだよね。そっかそっか。そうそうそう、強気のね。いやいや、でもね、毎回楽しみにしてる方には申し訳ないんですが、はい、更新できるようにしていきますので、よろしくお願いします。メッセージありがとうございます。ありがとうございました。僕ちょっと音楽ほやほや、はい、聞いてほしいなっていう、お、なんだろう、て僕ちょっと日本系でいきますよ、うん、お願いします。なんか最近この人いいなと思ったのがですね、はい、福耳、あー、え、何年か前に出してたものです。福耳の曲なんですけど、うん、星のかけらを探しに行こう。なんかかわいい題名。かわいいですね。あ、聞いたことないですか。ない、メルヘンですね。あ、聞いたことない。多分ないかも。聞きたい。聞きたい。そうですか。聞きたい。福耳のこの星のかけらを探しに行こうか、沢尻エリカの太陽の歌どっちかかけようかな。あ、星のかけら聞きたいかも。星のかけら？あれですか、宇宙の宇宙って書きます？え、星って、星ですか、違いますよね。普通ですよ。あれ、あ、へ、それでは、福耳で星のかけらを探しに行こう。これなんか何人かとコラボしてるやつです。何人かとコラボしてるやつです。そうそうそう、あ、あ、Mステか何かでやってたかな。ぴゃんぴゃん、だいぶ前の歌ですね。そうそうなんですか。結構前、PV でみんながこう輪っかになって歌ってるやつ。あ、あ、なるほど、なるへそ、なるへそ。え、誰誰が出てるんですか、このスキマスイッチ？うん、ある、ある、うん、どう？スキマスイッチもまた自分たちだけでオリジナルでまたこれをもう歌って。ああ、
あとユーミンさんもいますよね。ですよね。ユーミンの声が超好きなんです。マットはユーミンさん。はい。好き。ノンさん、やけどしました？何？やけどしました？あ、これ？うん。これ書いたの。あ、びっくりしました。私、やけどかなんかしたかなと思って。これ超デリケート。めっちゃ。てか全然日焼けしてないですね。私黒沢タンみたいな腕してますよ。黒糖みたいな。あ、それはありますね。そうか、ノンさんと影があるからお仕事は、うん、羨ましい、うん、いいな。僕今日気づいたんですよ。何でしょう。ノンさんつけてる香水何ですか。なんだかな。自分で買わないからあんま気にしてない。あ、プレゼントが多いですか、やっぱり。あの香水売り場のお姉さんとかから、あ、サンプルとかおもらうから買ってくるんですよ、はいはい、今日の香水はなんだこれ、何ですかこれ。山田さんがつけてたのと一緒です。え、本当ですか、うん、セイムスメル、この匂い、グッチ、グッチのなんかだった気がする、ピンクの。あ、グッチ、あ、僕ね、名忘れました。匂いフェチではないんですけど、匂いは結構昨日ね、え、同じ、うんうん、あの知り合いの職員が、うんうん、まあ、何月かに結婚するということで、うん、それで PV を作ったんですよ、うん、イエーイ、楽しそう。200名の生徒集めて、喜びそう、いいですね。それで国あれ、うん、ビギンの国土58号線、うん、あ、はいはいはい、一番シンプルな、うん、踊ったんだけど、みんな200名が踊ると体育館めっちゃ臭いわけ、汗臭い、汗なんで埃が舞うと、いやいや、みんな動くから汗が、汗的な、で自分がこうなんかファブリーズ上からシュッシュッって最強で、かけてるのが、あ、なんか面白いってなって、うん、もっと大胆にやってって言われて、うんうん、大胆にさあ、ミストがのように、うん、そのミストがやっぱり効くね、ファブリーズ。ファブリーズすごそう。効く効く、あれは効くと思います。香りになってたんですか。よかった。僕前ファブリーズの話しなかった。何ですか。なんか抹茶、お茶の成分がどうなの。そうそう、え、あ、緑茶成分が入ってるやつですか。なんか新しく入れたみたいな。そう、うん、緑茶成分と緑茶成分入ってないやつがあるわけ。ありますね。その違いは何かっていうのを店員に聞いたわけ、うん、メイクマンで入ってるやつの方がいいんじゃないですか。もちろん入ってるか入ってないかの差です、ね、そう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 、入ってるか入ってないかの、うん、あ、これは抹茶成分が入ってますね、これ入ってないですねって。いや、だから、うん、だからどう違うのって俺聞いたから聞いたつもりだった。ああー、なるほど。より抗菌消臭作用か。そう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 。とかね、そういう答えを待ってたら、うんうん、あ、こっちは緑茶成分が入ってますね。いや、だからそれ知ってるけど。うん。で、効果はって言ったら、はい。ああ、多分ここは匂いがあって、ここは匂いがないですねって。うん、って見たら、両方香りがつきませんって書いてるわけ。どっちやねんって。あ、なんかいるじゃないですか、たまに芳香剤、なんかそういう。柔軟剤とかの匂いでもあんまりうんってなる人、あ、もう一切無臭がいいっていう人いるじゃないですか、うん、その関連なのかなとも思ったり、でも、ね、私も車と部屋と置いてますね、無臭のやつ。無臭、アメリカのファブリーズも結構匂いがすごいんですよ。なんかアメリカって感じの匂いがします。カーペットの匂いとかあるじゃないですか、あの消臭剤の種類でも、洗いたてのタオルの匂いとか、あれってどうなんだろうと思いますね。ああ、自分好きな匂いがははい、は好きな匂いの、うんうんうん、洗剤はあるので、おお、ダウニーとか好きそう。好きですね、入れますよね、やっぱり入れますよ、入れそう。で、あと好きなのがはいユーカリ、あ、ユーカリ、ユーカリいいですね、ユーカリいい。最近カフェとかでもユーカリのドライのやつ下げてたりしますよね。ユーカリ好きなんですよ、うん、
めっちゃいい。花にユーカリ結構入ってたし。あ、入ってました。はい、お届けした曲は福耳で星のかけらを探しに行こう。うんうんうん。良い歌。科学的に言うと、はい。あの隕石ですよ。ああ、そういうこと。ああ、なるほどね。なるほど。ですよね。科学的、まあ、ロマンチックに行くと、うん、ちょっとファンタジーなのを想像してました。うん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 。ファンタジーな感じ。うんうん、でこの僕この曲、はい、こうかけ、まあ、聞いていいなと思った時に、うん、あのこれ七夕があったじゃないですか、うん、ありましたね、ありましたよね、うん、七夕目目キラキラして七夕七夕そうだ先週だ、うん、結構流れ星見る人、うん、流れ星探す派なので、あ、夜空見る派なので探しますね、私もバッて見た時にその話を、うん、話題を職場でしてたら、うん、実はさって言って、自分にめちゃくちゃ大きい流れ星見たことあるって言って、どれぐらいって言ったら、だいたいあの直径 1.5 メートルぐらい。え、それって肉眼で見てですか？こんな、え、肉眼で見て、あ、肉眼で、嘘だよ。月を普通に見る月があるでしょ、はい、浮かんでる、あれか、あれを8個ぐらい足したぐらい見ました。はっ、えそれやば、え、怖く、あ、惑星じゃないですか、わすごっ、で絶対嘘って、なんか目の前ゴミとか虫が走ったんじゃないそれ嘘つきそうな人だ、あ、冗談言いそうな人だ、なるほどな、冗談言いそうな人が真剣に言ってたわけ、うん、でも、はい、でもねって言ってたら、はい、自分もあるって言って、うんうんうん、場所向こうって言ったら、うんうん、2人とも家島、伊江島、伊江島で、へ、月の8個ぐらいの大きな、ね、そんな大きい、すごくでっかいでしょ、ですよね、アルマゲドンでしょ、ですよね、もうそれって、もうあれ感動したって、ほよよよよよよ、絶対そんなでっかいのあったら新聞に載るよ、載りますよね、なんでいつもなんか流れ星大きいのとか出て時に新聞出ないんですかね。なんか一回那覇とかで大騒ぎしたじゃないですか、何人かが同じ大きいのが飛んだみたいなのが、でも何にもメディアになかったんで、ね、おやおやと思ってねえ、不思議です。まあ夏になると空がね、やっぱり空気中の大気が少し澄み切るっていうので、うん、遠くのものが見えたり、ね、蜃気楼が見えたり、はい、あの、あれもありましたよね、ケラマ島、那覇から見えるケラマ、ケラマの島、あれがもうくっきり見えたって。おお、見えるかな今年も、ね、見たい。あのケラマに関わることわざで有名なの前覚えてますか？あ、覚えてます、方言の、待て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 、ケラマミーラン、ケラマは見えても、うん、自分のあれが見えない、まつげ、正解。ああ、何でしたっけ？ケラマミーラン。ケラマミーシガ。ケラマミーシガ。まつげミーラン。まつげミーラン。まつげね。まつげ。まつげは見えない。まあ、人のことはなんかとやかくよく細かいことまで知ってるけど、うん、でも、うん、自分のいざ自分のことは何も知らないっていうのを例えて言うんですけど、うん、もうそういう人に出会って。うん、もうケラマどころか石垣は見えるけど自分のことは見えないっていうぐらい人のアラをめちゃくちゃよく知ってる人がいますよね、アラ探しする人って、でもそれがありがたい時もめっちゃすごっと思うぐらい、うーん、言って観察力、うん、半端じゃないでも全然自分のこと、そのおしゃべりしてもとても面白かったんですけど、あ、まあ、夏休みに入るとやっぱりいろんなね、はい、人と出会ったり、それから自然的なね現象で、うん、あの雨でね福岡九州地方も大変だったりといういろんなねものがあるんですけど、うん、やっぱりそういった部分を通して昔の人たちがこの自然とどんなし向き合っていたかのかなとかね、はい、しますが、うん、11時40分後半になりました、
およよ。アサミビクトリア。シーザで。はい。風の回路。はい。よろしくお願いします。お届けしたいと思います。森で生まれた風が私の肩をふわりふわりかすめ過ぎてゆく。見渡せば緑の波がささやき、私たちを応援している。本日のアサミビクトリアの風の回廊はですね、あるお悩み相談のお答えをちょっとご紹介したいと思います。私が大好きなですね、 DJ 葵さんというコラムニストの方がいるんですけれども、その方のもとにあるメッセージが来たようでですね、でそのメッセージの内容っていうのが、愛すること、愛されることって何ですかっていうご相談だったんですね。まあ、この方がおっしゃるには、私の中では物を送らないと愛情が伝わらない、まあ、愛情がつながらないということでモヤモヤしていると。要は物を送ったからイコール愛してるっていうことになるんでしょうか、プレゼントをもらえないってことを愛されていないっていうことになるんでしょうかっていう、お悩みについてですね、こういうお答えを DJ 葵さんされています。愛するということは思うことではなく思いを伝えること。思っているだけの愛は愛しているとは言いません。思いは形にして伝えること、言葉で表現したり行動で表現したり、物にして表現することもその一つ。たくさんの言葉も愛情表現であり、たくさんの贈り物も愛情表現であり、それは言葉でも行動でも物でも、プレゼントはどれも等しく嬉しいものですよ。少なくとも思っているだけで何も伝えることをしない人よりも、たくさんの贈り物をする人の方が愛していると言えるでしょう。思いに価値などありません。それを表現して伝えることに価値があるのです。後になって後悔することは、思っていただけの伝え損ねた愛情。そこに愛があるのなら、惜しみなく伝える努力をしておきなさい。この、お悩み相談を見たきっかけがですね、今回私が出演した舞台、ブタ子の役でですね、大好きだったケンケンっていう男性の方から、歌のプレゼントをもらうわけです。で、ブタ子は永遠っていう言葉が信じられなくて、一生大事にするよとか、ずっと一緒だよっていう言葉をすごく毛嫌いするんですね。人の気持ちは変わるしっていうので。そこでケンケンは、そういう愛の歌ではなくて、刹那の絆という、もう最初からいつか終わってしまうものがあるのであれば、その一瞬一瞬を二人で大事にしていきたいねっていう歌詞を書いた歌なんですね。まあ、歌のプレゼントってなんかシンガーソングライターならではのプレゼントだなと思うんですけど、ブタ子は今までその人の愛情を受け付けなかった、まあ、信じられなかったブタ子が唯一受け入れたこのプレゼント、この歌のプレゼントっていうのを見て、まあ、どんな形であれ相手が愛を拒絶してても、ちょっと違った形で自分からの愛をプレゼントしたこのケンケンのその役柄をちょっと触れた時に、あ、愛するってやっぱ伝えないといけないなっていうか、絶対後悔するなと思ったので、ちょっとこの稽古中にこういったお悩み相談の DJ 葵さんの言葉を見て気づかされることがありました。どうでしょう、やっぱプレゼントとかもらったら嬉しいですか、のんさんも男性の方から。なんかお店のお客さんとかで、男性がプレゼントを探しに来たりするんですけど、アクセサリーですね。選んでる姿がね、すごい可愛いの。このそのもの、なんていうのかな、相手が、ね、この人は多分こういう雰囲気が好きでとか、いろいろ考えながらこのアクセサリーを見てくれてる、もその様子が可愛くて、なんかまあこのものよりもその様子をこの女性に見せてあげたいとか、まあそれがね、あげたものがその方の本当の好みか好みじゃないかわからないけど、それを選ぶまでのこの男性のこのってこう悩んでたりとか、もうこう見比べてたりとかっていう姿を見たら、きっとどんなものでも私のことをね、なんか思って選んでくれてるんだなって思ったら、なんか嬉しいですよね。ですね、選ぶ過程が見えるものっていいですよね。確かに、可愛いとかって思っちゃいます。何がいいんですかねとか、なんか探しながら、そう素敵、全く本当にテレビドラマの本当に台本みたいなことなんですけど、
本当にあったことなんだけど、うん、あの今ハッピーナハがある、うん、私は三越っていう三越ね、そこにティファニーがあったんですよ。はい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 。ティファニー一個だけ妻に一つはプレゼントしたいな、素敵。でも妻は金属アレルギーだって。いらっしゃいますね、そういう方ね。いいよね、うん、でも一個ぐらいはあげようと思って、はいはいはい、あの23日に行って、まあ、イブの前お、クリスマス。でもあのた星なんとかの雫ってわかる？なんかありますよね、定番のやつ。そう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 、なんだっけ、ティファニーのね、はいはいはい、あれがいいなと思ってて、お手頃だし、うん、あ、まあまあね、ティファニーにしてはティファニーにしては、はい、お手頃なので、パッと見たらこの一つ三つあって、あ、うん、みんなそれぞれ形が違うと思って、うん、どれしようと思って選んでたら、他にもありますよって言って、うん、それ十何個くらい見せてくれたけど、ドーって、うん、でその十何個から、うん、あの3つぐらいに絞って、ああどっちしようと思って、でその日決められなくて、あで帰って、で24日行ったんですよ、うんうんうん、で、あのちゃんと撮ってますよ3つって言って、あ、よかった、さすが。3つの中から、はい、うーんって1つこう選んでる時に、うん、女性の年配の女性の方が来て、うん、あ、はい、じゃあそれとそれとそれって言って、3つを、オーマイガー、あの違うやつを3つ、うん、で、はって見たら1個安いのでも12万5000円ぐらいするって、で総額だいたい60、70万ぐらいをスポットな、もう4個ぐらいでええって選んでいったんですけど、もしかしたら自分へのですかね、自分でしょうね、多分。あぎじゃ美容院で言われた店員が、こういう方もおりますよって。でも私はこう見てて、お客さんが今日来る、明日来るかな、本当に来るかなって来た時には、うん、あの顔を照れくさくながらこう来た時には、うん、私なんかとってもなんか、ティファニーのお店にいてよかったなって、でしょうね、声かけられた時に、あ、なんかテレビドラマのなんかシーンみたいなんだけど、うん、そのストーリーの読める、うん、まあいいなと思いました。あ、素敵、ロマンチックですね、はい、でプレゼントしたんですけど、はい、あの妻どっかになくしています。オーマイガー、ちょっと待ってください、ちょっと待って、切な切な、はい、お届けしました、アサミビクトリア、はい、エンディングはアサミビクトリアでお願いします。はい、赤緯89度15分 50.8 秒、それが今の北極星ポラリスの位置。宇宙の中ではただの星でも、地球にとっては大切な星、動くことのない道しるべ。北半球どこにいてもポラリスを見れば、それは北、位置がわかる。それでも道に迷うことがある。選択に迫られた時、壁にぶつかった時、心の中で迷う。そんな時何が道しるべになるだろう、暗闇を照らすだろう。もしかしたらそれは生きていく中で出会う人かもしれない。ポラリスと同じく人も光をもたらす。世界では1日に49万人の子供が生まれる。ハートのある人になってほしい、世界を照らす光になってほしい。北谷町 FM 二来からお届けしたアサミビクトリアのスイーサデイ、50分間お楽しみいただけましたか。そろそろお別れの時間が近づきました。アサミビクトリアのスイースタデイ、パーソナリティはチャリ、うん、なん、そしてアサミビクトリアでお送りいたしました。この番組はオリジナルプリントウェア、マトエンタープライズ、戸口スポーツ、ブーランジェリーアテットの提供でお送りいたしました。ラジオを聴きの皆さん、最後までお聞きくださりありがとうございました。引き続き12時からのコジャワカナと、小沢香菜のクリスタルラジオをお聞きください。カフー嵐美沙織。ひやひやひや、間に合ったかな。一番最後これなんて意味なんですかね、このレプ、この
英語じゃなさそうなこの一行。あ、これですか。うん、Is that a French ですか。フレンチですね。フレンチ。インポータント。なんとか。なんとかかんとか。なんかレプラスインポータント。なんか消し忘れたものの何か。あ、元気そう。エンチンビジブル。なんだろう。なんか締めの何かなのかなと思った。順番チップのなんかこの。なんか。あ、これね。まじないみたいな。いや、呪文じゃなかったですね。フランスのなんかことわざみたいのがあって、うんうん、なんで美術館に行くのかみたいな。うん、ああ、ルーブルかどっかに書かれてたのかな。そう、なんか人はなんで美術館に足を向けるのかっていうのをなんか書いてるのの。うん、あれと一緒。あのイギリス人は日曜日にメガネをつけたまま寝る。それはなんか幸運のなんかアイテムチックなやつですか。それは月曜日にメガネを探さなくていいから。ダイヤだな。そうそう、なんかもうちょっとなんかロマンチックな何か。あ、いますよね。学校の学校にいつも遅刻する子は制服着たまま寝るって子も。自分がさ、朝学校行くときに、なんかハットかぶったおじさん、ジーパンに T シャツのおじさんが犬の散歩をしてるんだけど、イギリス人っぽいわけ。格好。なんかあるでしょ、アメリカ人と、はいはいはい、イングランドってなんとなくちょっと違いますね。なんとなくね、イングランドとは、ほんのちょっとなんか気弱なみたいな。気弱、うん。なんかがっつりじゃなくて、なんか。イングランド歩いていそうみたいな、ナチュラルな感じのね。で、こう散歩してて、で、こう自分が車止めるときに時々会うわけ、その時間帯によって。おお。会ったときにメガネをここってやって、ここって自分が車止めてるから、じゃあこんな感じで。でそれを見るたびに、あのそのメガネをなんでイギリス人が日曜日にメガネをつけたの。ああ。っていうのが頭の中に。確かに。うーん、お手洗い今のうち行ってこやっと。あ、出た出た出た。お団子がいつも当たるんです。そうですね。あっち行ってますよ、魔順に。今日。行きましたか、母さん。行きました。行ったよ行ったよ。めっちゃ良かったよ。本当に？もったいない。最近さ、もったいない。昨日行こうとしたわけ、うん、行こうとしたらリーダー研修会のなんか打ち合わせみたいな。もったいないよ、チャリさん。もったいない。あ、ほんと？そう？質素な洋服だけど、うん、ちょっと彼女が来る前に開きとこう。一気お疲れ系。あー、あ、メッセージが。うたこお疲れ様。うたこ。すごい。うたこね、そう。びっくりした。そこに直接書くのか。みんなアホなんでしょ。みんなアホな。本当ね、豚のガムちゃん、ガム人形をやりたかったんだけど、ないって言われちゃった。もうね、売り切れてたの、それだけが。あ、かわいい。かわいい仕上がり加減にこのぴったりに。あ、いいじゃん。チャリさん、そういえばあの CD をもらい忘れてた、うん、あの時。あれ今日ある？あ、もらってないよね。もらってないよ私。うん、もらってない。あ、よかったです。俺の時持ってったよ。え、どこに？あそこに。で、バッグ入ってるかな。あ、ほんと？そう、あれをね、ウルマのエンディングソングなのよ。やばみたいな。やばやばと思っているんですよね。今日はちょっと終わったらダッシュで帰っちゃいますが、はい、大丈夫？娘のね、バレエの発表会が。あ、今日？そうなの。かわいいね。どこで？ん？あ、あのね、ミニミニ発表会だからね、うん、研究所でやるの。へー。そうそうそう。
すごいいい感じじゃん、いいじゃんいいじゃん、めっちゃいい感じ、めっちゃいい感じ、めっちゃいい感じ、よかった、ちょうどトイレ行ってくれて、めっちゃみんな見てるね、かわいいんだけど、曲どうしよっかな、鼻が痛そうな、あっちから包丁を、あ、包丁なんてあるんですか、こっち、あるあるある、なんでもあるんですね、チャルさん、はい、CD が今日ちょっと変えていい、ないから変えていい、いいよ、忘れちゃった、あれ怖い、なになに、いつも持ってんのナイフ、え、あ、お疲れ、どういうことですか、ブータちゃんお疲れちゃん、どういうことですか、いや、お疲れさんのケーキですよ、ごちそうさん、ありがとうございます、お疲れさん、甘いの食べない人、ちゃんと、いや、ありがとうございます、さん、あのミスウルマなんですけど、大学生とか専門学生とか大丈夫ですか、バッチリバッチリ、 OK、 ちょっと今何人か候補っぽい人に連絡してマジ、うん、興味あるっぽい、なんかウルマ市から一大学とか通ってはいるみたいなんですけど、うんうんうん、そういうなんか1年間観光のもので動き出たらなって子がまあいたので、うん、マジでどんなかなって今ちょっと送ってる、え、何歳マジで19歳くらい、大丈夫、18以上で、18歳ですよね、もう超嬉しい、超嬉しい、めっちゃあのお願いします、ありがとうございます、わあちょっとびっくりなんで、あ、写真撮っていいですか、これどうぞ、ビッキーはダメだったか、じゃあありがとうございます、ビッキーはダメだった、あ、私はあの事務所的なものでは多分ミスとかは全然いいんだけど、あ、そうなんだ、このマネージャーと昼の仕事も一緒なんですよ、うんうんうん、でこの昼の仕事がこれからちょっとどう動くかっていうのがあるので、あ、そっかそっか、ただチャレンジする分にはいいのかなってことも出たら、ちょっとまた舞台とかのスケジュールが動きしない、8月の10日までです、そう、10日まで、で一応二次審査と、はい、祭りのお披露目の時はスケジュール開けれるような感じが、はい、うん、いいかもしれない、もしそれがおさ、ね、大丈夫そうだったら、はい、ぜひ受けて、ミスウルマ、あ、ウルマちょっと今年から携わることになってそう、え、何出身、あ、うるま市出身だからってこと、そうそうそう、うるま出身、一応勤務とか多分何も本籍がうるま市だし、あ、そうなの、そうそう、私はちょっとそれも、まあ、来年からちょっと変えたいなと思ってて、なんていうの、出身うるま市の方がいいじゃんって思うわけ、うん、他見たらそうだわけ、うん、やっぱ、はい、うん、もったいないかな、うたこ様、ちょ、前あの山城みりさんって、うん、去年、一昨年のカトレア、ピンク同級生がやったんですけど、その子は沖縄市出身で、うんうん、たまたまウルマ市役に勤めてたんですよ、あ、それで多分勤務がウルマ市だったから、うんうん、一番 OK だったよっていうのを聞いたので、うんうん、大丈夫大丈夫、本籍ウルマ市だから本籍ウルマ市だから、本籍でペゼンウルマ市、チャルさん、45秒前、いいですよ、後でで、先に、あの早く、あと1個ぐらいは入れようよいけるでしょ、あと1個ぐらい、45秒で、じゃあ、私、はい、あ、ないのね、あ、じゃあ、チャルさん、もうこのまま、あの、ノンさんに食べてもらおう、あ、このまま行く、このまま、やばい、29秒前、あの、そこにスプーン入ってるから、あの、あと2個ちょうだい、そこに、そう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 、あ、すごい、かわいい、のんちゃんなんか、なんかついてるけど、なんかついてきて、なんかついてきて、17秒前だよ、チャリさん、CD2 番目に入ってるから、11番かわいいですね、あのトップ、はい、もうあと流すだけ、はい、はい、はいはいはい、頑張るぞー、イエーイ、あー、適当だな、おい、咲いてるんでしょ、かわいいでしょ、いやもう疲れてるかなと思って、ありがとうございます、まだいたよ、 OK、 チャーリーさんその間チャーリーさんはこんなことしてますっていうのでありがとうございます、いいえいいえ、すごい嬉しい、
ます。ありがとうございます。はい。お疲れ様でした。食べてね。いただきます。いただきます。ありがとうございます。かわいいですか、こちらさんのトップス。リボンが前についてる。うんうん、あ、おいしい。美味しいよね。そう、このさ、チョコだ、ダブルチョコシフォンケーキめっちゃ美味しいんですよ。私ジミーで働いてたから分かるんですけど。あ、ジミーだったんですか。そうそうそう、18歳の時はジミーで働いて、バイトしてた。バイトしてましたよ。クリームの量とそうそうそうなの、バランスがめっちゃ良くて、このチョコソースもうまいんだよね。いただきます。うん、うまい。うん、いいね、マイス。じゃあ音ありますよ。はい、どうぞ。余裕だね。任す。余裕だね、もうこの人。あげます。チョイさん、曲ある？ありますよ。ないでしょ。あるあるある。はい、じゃあお願い。当てたい曲がある。そのまま。ハッピーニューイヤー。メリークリスマス。何でも言いたい放題。違うよ、ハッピーニューイヤーだよ。楽しそう。はい、始まりました、クリスタルラジオ、はい、全然季節も全く違いましたけれども、私ハッピーニューイヤー大好きだから。あ、僕メリークリスマスだ。私もクリスマス大好きよ。でもハッピーニューイヤー大好き。お年玉欲しいもん。いはい、パーソナリティはチャリークー小沢かな。サビビクトリアです。はい、でお届けします。よろしくお願いします。番組へのお便りはこじゃわかットマーク gmail.com または FM にらいのホームページからリクエストをポチッと、クリスタルと題名に書いて送ってください。お待ちしています。それではこの後、お付き合いいただきたいと思うんですが、この番組はユニフォームを通して快適な価値ある商品を創造、地域社会に貢献する日清商会の提供でお送りします。日清商会といえば今日ではなくて昨日から今日も明日も、超お得な、うん、カリシュウェアセールやってるんですよ。糸満市の西崎にある、あそこは本店なのかな、工場じゃないですかになるのかな、はい、うん、あそこで昨日から、3日間、うん、お客様感謝祭、なんと魔順10周年記念ということで、今までにないようなお得なものまでめっちゃいっぱいありましたよ。何買ってきたんでしょ。買いましたよ。車ですか。そう、見せてよ。いや、見せたいんだけど、見せてよ。ちょっと本当にこれお見せできないぐらいすごかったの。すごいことになってます。そうなんだ。うん、これは行ってからのお楽しみって言いたいですね。うーん、いっぱいだよね。そう、勉強だよね。あのね、実は私今日、9時半から、うん、セール始まるのオープンなんだけど、はいはいはい、私9時45分ぐらいに行ったんですよ、朝。昨日だからファイオーファイオーファイオーみたいな感じで。なんでさ、ちょっとスポーツカーチックにかっこいい。そう、行ったわけ。ね、まあね、ちょっと朝だからゆっくり爽やかに見れるかなと思って行きました、うん、そしたらまさかの満員御礼、超いっぱいだわけ。駐車場も来る。ほら、電話かかってきたのはまだついてなかったの、うん、今日行かないのってやった。ああ、行った行った行った。まだまだ出る前だったの。あ、だから公園にゆとりがあったんだね。そう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 、今日はあの娘の食べこぼしもね少なくて、掃除する手間もね省けてたからちょっとハッピーだったわけ。唯一なのよ、下に落ちたやつぶどうとかさ一個一個拾ってさ拭いたりするの大変なんだけど、今日はなくてそうで行ったらめっちゃ人いっぱいで、まさからあの本当に丸中紹介状態。わお。わかるでしょ。久々。本当に丸中紹介状態だわけ。久々だね。そうで、びっくりして。ちょっといい、今ユーストリーム流してるんですけど、はい、これさでかい。あ、でかい。イエーイ、私身長伸びたの。なんだそのでかさ。えへ、じゃない。それでわあ、これはすげえぞと思って
って、はあ、で中入ったらもっとイベント情報がすごくて、うん、いっぱい、めっちゃいっぱい、いや、あのね、私 5,6 年前ぐらいから通ってるじゃないですか、うん、もうマジュンのファンでね通ってるんだけど、この成長がね、うん、すごいですね、すごいよね、うん、多分私が感じるに、うん、やっぱり口コミで、まず商品がいいでしょ、いい、ね、人がいいでしょ、うん、作ってるなんてものも背景ももう全てが良くて、うん、ね、それでこれだけのリーズナブルな感謝祭が年に2回あって、うんうん、狙ってるよねみんなね、すごいね、で中入ってでめっちゃ可愛いのがあったわけ、めっちゃ可愛いのが、あのもうなんていうの、ワンピース、それ自分用の、自分用、もちろんもちろんもう自分用で行ってるんですけど、可愛いのがあって、うん、でそれをまあお得なその情報、うん、お得なもので買ったわけ、うん、イベントの特典でね、うん、買ったんだけど、でそれをスタッフに話をしてたら、うん、あってなかなかそれ置いてないんですよ、今日たまたまあったのかなって、もうスタッフがもうわからないような、ネットでしか買えないんですよこれって話をしてるやつがあったの、ネットで売ってるやつね、そう、なんでここ持ってこないの、いやだから見せたら、見せたら伝わるじゃん、中尾明みたいな、なんでここに持ってこないの、あんま似てないけど、あんまり、ね、あんまりノンさんが言うってことはそうなんです、相当似てない、相当似てないという、そう、あんまり似てない、誰かわからない、誰かわからない、そう、じゃあ持ってきちゃったらそれ見てなんかみんな納得するじゃん、じゃなくて言葉で伝えたらでも見たくなるでしょ、でもそれ買ったんでしょ、買ったよ、いつか着てきてない、着るかなじゃああまりにも可愛すぎて、着るでしょ、着れるかなって思うぐらい可愛い、あ、じゃあこれさん、Facebook にあげて、いやあげない今回はねあげない、あの袖だけでいいから、いや袖ない、ノースリーブ、ノースリーブのワンピ、長いロングワンピースタイプのやつ、あ、わかる、わかるでしょ、あれがすごい価格になってるんだから、へえ、でももうあと 1,2 枚しかなかったから、多分ほぼないね、ないな、うん、ない、早いもん勝ちだよね、そう、スタッフがでも、今日これ出てたんですかってびっくりしてたから、あっていうようなものがあるわけ、うん、で、明日最終日でしょ、うん、これはもう大変なことになるよ、うん、10周年だから、もう海洋博行ってる場合じゃないよね、そうだね、海洋博もいいけど、まあまあまあ今日明日はもうね、ぜひ日清商会に行って、そう、今年最後のあれじゃない、今年最後、あら、なんですよ、周年で、あのもう言っちゃうけど、1万円福袋っていうのがあるんですよ、あら、何それ、気になるでしょ、もうこれだよこれ、何枚ぐらい入った、買ったの、じゃあこの福袋っていうのは自分で選べる福袋で、やばいですね、でもうあれなの、金額とか関係なくどれを選んでもいいわけ、1万円で、1万円で買うわけ、まず払ってその袋みたいなのもらって、ええ、でその中から2枚選べるわけ、好きなもの何でも、新作でも、はあ、すごいでしょ、それはもうだから1万円越し行くでしょ、そうだから私今回買ったこのドレスワンピが2万円のものなの、それを2枚買っても1万円だわけ、え、4分の1ぐらいで買っちゃう、そう、恐ろしい、すごいでしょ、すごい、新作のものを合わせても、何もう、そう、除外なしっていう、すごいことやってる、10周年、しかもプラス次回使える2000円割引券も一緒にもらえるの、この1万円の中に入ってるわけ、いいね、やばくない、やばいね、やばいでしょ、すごいです、今年だけかもって感じね、これは10周年だ、そうそう、なるほど、ぜひね行ってほしいなと思いますよ、もう超いっぱいだったからね、早めに行った方がいい、ね、うん、すごいから、あの、え、こんな値段で買えるのっていうの、去年出てたやつが500円コーナーとかにあったりするから500円コーナーとかコーナーにあったりして、ね、そう、あるよね、いや、あかんでしょそれって思ってるんだけど、いや、そこがまたマジュンのいいとこなんだなって私は思いますよ、親近感がすごく湧く、
高いところもあるけど、うん、高いのもいいのもあるけど、うん、と手が届きやすいところにもあるっていうのはね、すごいなと思いました、うん、はい、ぜひね行ってください。明日までやってますから、はい、クリスタルラジオ始まりましたけども、曲あるの？ありますよいつもさ曲あるのって言って、ありますよって自信満々に言っておきながら、じゃあお願いしますって急に振ったら、ちょっと待ってください、つなげててくださいとかって汗汗するよね。僕今回大丈夫。でもあのほらさっきの魔順なんだけど、ほら最近いろんな古着屋さんとかリサイクルショップもいろいろあるね。どこって言わんけど、漫画倉庫とか、うん、めっちゃ行ってるね、うん、そこにもやっぱり魔順あるわけよ。ああ、おえー、でもね、うん、高いやっぱり。そうだよ、マジュンだけはマジュンってちゃんとこの上にプレートみたいなのがある、書かれてる。普通のものと別個に置いてる。いや、そうでしょう。レジ前にすごいよね。でパッて見たら、うん、結構するじゃん。これだったら別にここで買わないでちゃんとこっちで買った方がいいみたいな、新品買った方がいいみたいなね。そうだから、たくさんの人に知ってほしいんですよ私は、ね、うん、ぜひね、あの今 LINE でもお友達になれるやアカウントがあるので、それを登録するとまたさらに 5% 引き。え、そうなの？そうです。僕入ってますよ。あ、本当、はい、そうそうそう、さらに 5% 引きだから、うん、ワンワンコースからコーナーのところから取るとさらに 5% 引きでも恐ろしい金額になっちゃうの。ちゃんとマジュンブランドが、マジ恐ろしい金額。そうなんです、すごいですよ、うん、で最後気になるのがまたあのカラカラカラありました。は、聞かないで、は、聞かないでそろそろ、そう、ね、思うでしょ、後藤から抜け出したらね、もうこんなに貢献してるんだから頼むから白来るなよおーみたいなね聞かないで、結果はめっちゃ魔順に貢献してるよね。めっちゃやってる、6年前からめっちゃあの愛用してるのに悔しいね。絶対貢献してるよね。でも貢献してもらってるから。でも白しか出ないよね、やっぱり純白な、ほら心を表すかのようにね。そうね、ほら見て、女子の皆さん優しいでしょ見て、チャールさんのこのなんか白い目本当にもう早く曲いって。あのさっきちょっと中途半端にかけたので、うん、この曲をお届けしたい。はい、はい、沢尻エ太陽の歌。それさ、ね、それさ準備してたんじゃなくてたまたまあったやつじゃないの？何をおっしゃいますやろ。もう一回一旦戻ってまた検索して出した。違う、うん、太陽の歌はい食べようはい食べようみたいな。本当だ、 LINE でも 5% 含む。そう、すごいでしょ。すごい、うん、めっちゃ可愛いの買ったの私、びっくりしたっけ。なんじゃこりゃ。わかるよ、あのワンピース。わかる？わかる、わかる。めっちゃ可愛いやつ。ネットでしか出てないやつ。そう、置いてないって言ってたもん。この時のサージェリーがとても大好きだった。この時可愛いですよね。え、これ誰が歌ってんの？サージェリー。嘘、うん、これサージェリーエリカの歌。そう、映画の時でしたっけ、うん、1リットルの涙、揺れる太陽の歌。映画、あ、タイトルの太陽の歌でした。これ日に当たったら死んじゃうってやつですよね。これ初めて知った、知らなかった。あれが出たの、錦野が出た。分かんない、うまいな、ケーキ、うん、このスポンジがアメリカンだねうまっ。この地面にいたんですか？うん、ここ、そこそこ。ん？わかる？うん、うん、うん。あっちの T 字のとこですか？そうそうそう。魔順から、うん、すぐそこ。隣。まあ、すぐそこ。右に伸ばして、まっすぐ行ったら、左側にあるやつ。そこ前からあった？前から。超前から。あ、そう？うん。そうなんだ。え？知らないの？なんで？あ、そういう意味？私がどこにいたかってこと？うん。あ、そういうことね。あの、あそこ、ジャスコの中、あ、イオングシカワ、うん、そうそう、レジの前のところに、うん、うん、うん、あそこにいて、
あのカネヒデではないんだな。うん、カネヒデ。本当はカネヒデが良かったんだけど、あそこはなんか人がいっぱいで、で、あそこだ、あのイオンの中だったんだけど、うん、なんか3ヶ月ぐらいは研修で、あの合わせの大きいところ、わかる？あそこにいたわけ。あると思う。喧騒も過ぎたところですよね。ああ、はいはいはい。喧騒からジャスコ向けに行ったところ。そう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 。あそこがでかくて、あそことミサとかでっかくて、パンとかがあるから、そこでちょっと研修パンのなんかやったりとかして。ミコもイオンの。そう。デコレーションとかもすごい。そうそうそう、デコレーションが超楽しいわけ。これスタッフさんが？うんうん、これじゃん、これじゃない、あの名前の。あ名前とか書いて、花とか書いたりするんだけど、それが超楽しくて。あれと包装とかも、もうめっちゃなんか30個注文箱で来て、なんかクッキーとかね、わーしゃ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 って早技でやるのが、じゃあそう、それが超楽しいの、超楽しい。でお昼時間はめっちゃなんかもう賞味期限ギリギリのケーキ8個ぐらい食べたりとかしてる。でもったいないんで、あれさ、賞味期限切れたのさ、捨てちゃうわけ。超もったいない、本当に。確かにね。うん。どうにかできんのかなと思ってたんだけど。まゆでした。ありがとうございました。いいえ、持って帰って食べて、今日どっか行く？この後大丈夫？あ、この後、あ、川口さんって何時からですか？2時。あ、じゃあもう、あっちでみんなで食べてください。ありがとうございます。うんうん、お届けしたけど。騒じ太陽の歌、いい歌ですよね。いい歌。うんうん。これさっき流れてなかった。ラジオ聞いてたの私。あのこの日進紹介から向かいながら。うん。いい曲だよね。いい曲ね。流れ星見たことありますか？ありますよ。流れ星は。ギノさんめっちゃ流れてるよ。あの流れっぱなし出しっぱなしみたいな感じ。じゃそれ、うん、いいですね。流れっぱなしなの。流れっぱなし、もうずっと流れてる。あ、そうなの。うん、超綺麗だからね。昨日もすごい綺麗だったし。あ、そうなんだ。うん、へえ。なんですけど、はい、あのさっきね、はい、もう話し合ったけど、はい、ちょっと伝えたくて、はい、ビッキーの舞台、どうですか、お疲れ様でしたっていう話をしたくて。私実は演技を見るのはね、多分、うん、物心ついた20歳以降、うん、初めて。あ、そうなの。そう、舞台を見たの。あ、はあ、これが舞台か思いましたよ。ありがとうございました。私は感動したのは、はい、あれでしたね。何、なんていうのかなあれでした。こうハプニングがあってもそれをなんていうの、その役のまま演じてたところがすごいなって思いましたね。ねえ、なんかあのウィッキーが椅子を倒したとか、はい、あれも違うでしょ？あれ本当は違うんです。違うよね。緊張で足が震えちゃってボンって。それとかもなんか全然なんていうの、その役柄で、うん、私だったらなんかこの倒してしまったことをなかったことにして、うん、セリフは言わずに、うん、っていうような感じで思ってたんだけど、セリフもちゃんと言いながら、うん、その役柄っぽい口調で言ってたから、うん、すげーと思って。なんかテレビとかではさ、ちょっとセリフ変えるのもなんか NG だったりとかって聞いたりとかしてたから、うん、あーって決まったもの枠の中でしかできないのかなって思ってたんだけど、そういうシーンとか見て、うん、あ、多分これ絶対ね、わざとじゃなくてハプニングだよなって思ったけど、それが楽しいよね。そう、それがうまくハプニングがあった時にね、うまくそれをフォローする力すごいなと思いました。あの TPO があると思うわけ自分、うん、そのハプニングがあった時に、一瞬その舞台の人たちがあのシラフになる時があるでしょ、うんうん、なんていうの、
その劇から離れて、うん、これ違うじゃんみたいな感じのの間っていうのが絶対大切だと思うけど、うんうん、それで受ける時もあるし、あんまりにもそれがちょっと長すぎるとそのもう完全に劇が飛んでしまって、うん、もう入ってこないっていう時もあるわけ。あのあれは微妙かなと。微妙なんだね。でなんか迫力もあったし、内容がめっちゃ面白かったし、思わず最後まで笑ってたよね、私ね。感動するところは感動するけど、うん、ほとんど笑ってたし、面白かった。とっても面白かった。ありがとうございます。ね、すごい。海に入っていくシーンがあったでしょ。あ、はい。あの時にあの目線ってやっぱりあれよね。誰を見るかってとっても。まっすぐ見てね。うんうん、あのシーンってやっぱり難しいと思う、うん、笑っちゃいそう私。誰かその会場には自分の知り合いとかもいろいろいるわけ。いるよいるよ、いるわけでしょ。僕これこうやってあの、うん、非常にあの我が町の小劇場ってだいたい40名50名ぐらいのキャパでやってる時に、あの沖縄市で今回もあるんだけどね、キチムナフェスタみたいな、大きいホールであったり、あの小さなホールでも40名50名の規模でもやったりするんだけど、どこかのね、海外どこだったかな、あれカナダかどっかの人がこうずっと自分に目線が合うわけ、ずっと僕ばっかり見てるわけ、見て自分に何か語ってるわけ、フランス語で。でそしてまた舞台にまた戻ってその人としてやってるんだけど、なんかすごいと思って。私見たことあるね、じゃあね。舞台あるあるある。今思い出した。あるよあるあるよね。お母さんも言ったじゃん、言ってるじゃん前、言ってんじゃん一緒に。なんか俺たちが久しぶりに見たんだけどみたいな感じ。初めてって言ったんだけど、見てるじゃん。見てるね。でもさ、なんかあれとはまた違ってるよね。じゃ背景の変わり方が多分とても難しいものじゃないですかね。多分文章にしてもなんか誰かがやっても、うん、でもあれはうまい具合に誰でも分かりやすい転換、うん、だったからすごいなと思いました、うん、ね、現在と過去とみたいなやつがうまくやってて、でラジオのケンケンが出てきた時とかも、あ、ラジオっぽいけどちょっとなんかあれっていうかね、うん、で気になったのが、ケンケン以外みんな動物じゃん、名前が。あ、はい、ケンケンはなんでケンケンなのかなって。ケンケンは犬のケンケンです。ああ、そういうことね。知ってた？知ってました。あ、そう、私も知ってたけどさ、知らない人のために。知らない人のためにそういうことね。あ、そうかそうか、そういうことね。自分あれがケッくんだったらめっちゃウケてたなと思った。ケッくん、ケッくん、あ、家島のね、はい、あの美味しいね。そう、なんかこっちでラジオしてて、はい、飯島のなんかほら特産物でって言った時にわざわざ私が電話して電話して、お、聞いてたんだけど、なんか2人でモヤモヤし合ってるわけ、はい、名前なんだっけみたいな。のんちゃんも、あ、わかんない、小麦粉 あのパリッとしたとかって言って、チャリさんが、え、何それ、小麦粉パリ、何それは辛いの甘いのみたいな、なんかそういう話をしてて、それはケックンだって電話をしたの。電話したら取ってくれて、もうまさかの電話での放送に出演。そのまま喋ってる、ね、だからあの人がケンケンがケックンだったら俺めっちゃ笑ってた。面白かったね。でもね、また行きたい、また行きたいです。あの、はい、あのすごいなと感じたのは、うん、ほら小説だったら、うん、そのセリフカッコがあるでしょ、僕はお前が好きだと思うって、うんうん、でそこに横に彼はそんな彼女の肩をつかみながらって、このなんか説明文があるでしょ、うん、あ、あるある、この説明文を全部カッコで示さないといけないでしょ、うん、これ未来だったり過去だったり、うん、それをなんかうまくこう演出してたなって、うん、何のカッコ書きもなく、これは、あ、今過去に戻ってるんだとか、あ、今回想してこういうシーンなんだ、うん、それ私さっき言ったじゃん。同じこと言ってるんじゃん。さんさん、自分のよく解説してくれる。そう、あのちょっとたまにそういうところあるわけ。それを私はしっかりと、まあ、自分の言葉でちょっと伝えたい。あ、伝えたいな。なるほどね。知ってた、でも同じこと言ってるって。ちょっと後半似てきたな。そういうことなんですよ。みんな感じるの。ちょっと解説するかなみたいな。しっかり解説して。
だって山田みなみさんとの会話の時なんて2人噛み合ってないんだもん。会話に成り立ってないから、じゃあみなみさんがえこれどういう意味っていうメッセージでくるから、あチャーリーさんが今言ってるのはねこういうことなんだよって言ったら、ああなるほどみたいな、日本人同士の日本語で会話してんのに私通訳で入るみたいな感じのことがよくあったのよ。ねえなんだこれみたいな。えそれってみたいな。そう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 。おかしい。はい、いきますよ、はい、もう26分、はい、早いね、はい、今日は伝えたいことがあって来ました、はい、皆さん、はい、幽体離脱って知ってますか。あドッペルゲンガみたいな。違うんだけど、はい、幽体離脱自分の肉体から魂が抜けて客観的に自分が見ることね。でチャーリーさんが今言ってたドッペルゲンガーは自分に似た人が世界に3人いるっていうやつね、うん、なんだけど、あれなんか双子のあれがやってたやつね。そうそうそう、幽体離脱ってやつね、はいはい、知ってますか。自分の友達もなった。あ、本当？なったことある人。なったのを聞いた。どういう感じだった。いや、お姉ちゃんが、うん、ユタ系の家族で、ほうほうほう、お姉ちゃんが勉強してて、うん、下で机で勉強してる、うん、で妹二段ベッドの上で寝てた、うん、降りようとしたら下にお姉ちゃん寝てて、うん、あ見てたら机にもえお姉ちゃんが二人に分かれてた。えー、それはなんか幽体離脱を見たおね、妹？妹で、どうなったどうなったで、おばあちゃん呼びに行って、うん、そんなお家広くないんだけど、うん、おばあちゃんって言ったら呼んで、うん、そのなんかウートを通して一つに収めた。え、これって人が見ても二人に分かれてって見えるんだ。その人見える人だったの。あー、なるほどね。だから廊下歩いてる時になんか避けやったもん。あ、みたいな。怖い。いや、それ怖いね。はい、なんですが実は私、うん、先週やった幽体離脱の経験をしちゃったのよ。どうでした？ついにそこまで極めたか。しちゃった。次何その何か心霊インストラクターの何か取ろうかな。心霊マスターみたいな検定取ろうかな。取って。じゃ私本当にびっくりして。NPO 法人。本当にこんなことがあるんだって思ったんですけど。で別れてどうしたの？いやこれもねちょっと私のは早かったんだけど。まず眠ってたってもそう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 、そんな感じ。こうやって眠ってたらなんか最初夢の中にいるわけ。やっぱ寝てる時に起こりやすいって言うでしょ。眠ってたんだけど夢の中でなんか何もう無言のまま私の前にユタみたいな人が 5,6 人来て、竿みたいなのに白いふさふさのやつがついてお祓いする系のやつを大小大小大小でなんか大きいやつとちっちゃいやつを持ってる人が一人ずつこう来て、本当で私の前に一列になってお祓いをし始めた。夢怖いでしょこの夢。無言でだよ。でその瞬間にその後に自分の魂がふっって、ジェットコースターに乗った時の上にいきなりピュンって行った感じ、うん、のように魂がポンって抜けたわけ。えマジかよ。マジでポンって抜けて、でめっちゃ気持ち悪いけど浮いてるからもう無重力感っていうのってなってフッってなってうんって下にまた降りたわけ。あでハッときてもうめっちゃ気分悪いわけ。もうなんていうの本当にジェットコースター乗った後、うん、みたいな感じになってうーってなって吐きそうみたいな感じになったけど、明らかにもう自分の中自分でも分かるわけ。魂が天井の上まで行ってるの。怖い、うん、っていう経験をしたのよ。最近だよ。先週ぐらい見えたんですか。自分天井が近くにあるのが見えた。結局なんか上を向いて多分飛んでるの私。そうめっちゃラピュタみたいな。そうではって思って気持ち悪って思った瞬間わってまた下に戻ったんだけど、今日は幽体離脱について皆さんに知ってもらいたいと思って、うん、今日はこの情報、うん、なかなか珍しいよね。幽体離脱ができるっていうかやった人ってね、うん、やろうと思ってできるもんでもないし、ね、それができるらしいんですよ。できるの面白いじゃないです。今日はそれを皆さんにちょっと試してほしいなと思って。はい、なんですが、はい、まあ、幽体離脱というのは、はい、生きている人間の肉体から魂や意識が抜け出すという心霊主義での現象である、うん、またはその概念や考え方ということなんですけれども、うん、まあ、霊的なものは医学的に証明されるのはやっぱり難しい
ですが、うん、経験者の体験談がほぼ一致するということなんですね、うん、で基本的に金縛りを経て幽体離脱をすることが多いそうなんです。あ、うん、で離脱した時に行動できる距離は限られているケースが多く、本体から一定の距離まで離れると視界が悪くなるということなんですね。うん、うん、でまた目を閉じていても景色が見える、魂で見ていると考えられる。私も目つぶって寝てる状態から見えてるから、多分それは同じだなって思ったんですね。天井がもう見えるっていう感じだったから、うん、なんですね。で、幽体離脱には2つの見解があります。まず1つ目、魂や霊体が肉体から抜け出す超常現象、心霊現象ね。でもう1つが脳の働きによって五感を伴った幻覚症状、これは心心理現象、心霊か心の問題、心理現象どっちかって言われてるらしいです。つまり科学で証明できない非現実的なものなのか、それとも思い込みや勘違いなどの精神的要因から来るものなのかということなんですね。うん、でここでですね、実は幽体離脱が訓練次第で誰でも可能になるという噂が ありまして、私はそれを徹底的に調べてみました。はい、幽体離脱の方法とコツ、幽体離脱は別に特別な人ができるものではなくて、訓練してコツさえつかめば誰にでもできることらしいです。コツがある。そう、まず一つ、まず1つリラックスする、ね、リラックスすることが大重要で、リラックスしないと何も始まりませんっていうことです。だからそのために思いっきり運動をした後、体を疲れを癒しておきながらベッドなどに横になった時にリラックスします。その次にだんだん体の力を抜いていきます。体の力を抜いてリラックスした状態ができたところで体の力を抜きます。つま先から順に手指、肩、上、上と体の力を抜いていき、最後は頭の力を抜いていきます。なんか瞑想してるちょっと バカになりそうですね。そしてその後何も考えない、もう何も考えない、できるだけ感情を持たないようにして頭は何も考えない状態にします。そうすると金縛りに合います。やだやだ、怖いよ。体がとてもリラックスして、寝ている状態と起きている状態のちょうど中間、たまにありますよね。あ、なんか起きてる、人の声は聞こえるけどほとんど寝てるみたいな時とかありますよね。そういう状態のちょうど中間ぐらいの状態に持っていくことができたら、体が自分の意思とは関係なく動けなくなってしまう金縛りにあったような状態になります。これはとてもいい傾向で、怖いなどと思わずにそのままの状態をキープします。すると体が震え出します。怖いよね。プレプレプレ、金縛りにあったような自分の意思では体を動かせない状態にしばらくなったら、体がまた自分の意思とは関係なく震え出します。この状態になったら離脱への道はもうそこまで来ています。もう来てる、うん、いやもう震えた状態でもう終わってるって感じ。もう気を抜かずに、感情を高ぶらせずに、そのままの状態をキープします。あ、やばい、俺そろそろ離脱する、離脱するって思っちゃダメだ。ダメだ。もう、あ、このままかっていうね、精神で待つ。プルプルしてるわけでしょ。そうなんです。このプルプルした状態から寝返りを打ってみる。なんで体が震え出した状態で寝返りを打ってみると、体と魂がメリメリっと剥がれて離脱することができます。そして離脱できた魂は自分の体を見下ろすことができるのです。ということで、今日ちょっと試しに、ちょっとずつすぐにはできないと思うので、まずはリラックスして、体、なんていうか、力抜いて、で、何も考えないまで今日できました。じゃあ明日は金縛りに会うまで頑張ろうとかね。そういうことを、ちょっとずつやることで、そういうことができる。ただですね、はい、ただ、ただ注意書き、そう、幽体離脱は危険だからちょっと気をつけてほしいのがあります。危険でしょ。そう。いや、でも幽体離脱をしたからといって体に戻らないということはないそうなんですよ。そう、それは私もちょっと感覚が一致してるところがあったんですけど、いろいろ調べてみますと、一回離れるでしょ、そしたら、あ、やばいかもって思ったら体にふって戻されるんだって。これはみんなの経験者が一致してる話なんですけど、そう、あ、やばいとか、あ、体に戻らなきゃって思ったら、なんていうの、無理にじゃなくて吸い込まれるようにふって戻るらしいですね。だから例えばいきなり眠ってる人が
目を覚まさないくなりました、死にましたっていう情報ってないじゃないですか、ニュースとかって、まあね、うん、だそういう感じらしくて、でちょっと慣れてくると、あ、また幽体離脱したって思って、ちょっと今日は遠くまで行ってみようっていうちょっと不安な感じをなくせば遠いところまで行けるけど、あれなんか今日長く居すぎたな、ちょっとやばいかなって思ったらまたふって戻るらしい。そうなの？そうみたいです。これがいろんな経験者も一緒 で私も結局ふって行った瞬間、あ、やばいって思ったらふってすぐ戻ってるから、あ、それはちょっと似てるなって。あ、じゃあ今回あの家近くまで来て。いや、やめてよ。怖いから。で、この危険、見てたら余計怖いけど、こっちさんそうで、この幽体離脱が危険なものの一つだけあるんですよ。それは幽体離脱が危険だと言われる理由の一つ、悪霊を持ち帰ってしまうことが挙げられます。魂が体から抜け出し自由に空間を行き来している間に悪霊を引き寄せてしまいます。そして魂がまた体に戻った時に持ち帰った悪霊も体についてしまう可能性があるということです。いやー、それありそう。怖いよね。相手うちに誰かが体に入っちゃって、怖い怖い。それいいんだよ、それなんか作れそうだね。やだよ、怖いです、 あとはなんかね、こう肉体が無防備になってしまうっていうこともあるらしくて、例えば火事になってしまった、でも魂がないから逃げられないでしょ、っていう無防備さ、体の無防備っていうのもあるらしい、魂はどっかでね、例えばチャーリーさんのお家行ってたとしたら、そうそう、やってる間にそうそうそう、体は無防備の状態っていうのもちょっと危険な部分らしいですけどね。そうなんです。私すごい、だから先週なってからすごいかな、なんだろう、幽体離脱もう変な感覚だったから、いろいろ調べてたんですけど、やっぱなんか、そう、じゃあそういうこと、こうちゃんプルプルってなったってこと？プルプルはなってないと思う。だこれはそこのとこまた綺麗に収めよう。違う、じゃこれはコツだから、自分がやるためのコツ。そう、コツだから必ずしも金縛りにやって寝返りを打ったからふって皆さんが抜けてるわけじゃなくて、これはなりやすいためのコツだからね。あ、そうそうそう、私はだからお祓いみたいなのから始まって、それ怖いね、っていう感じでしたね。面白いよね。はい、なんかでもこれ聞いてる人なんかちょっと試そうかなって、ちょっとずつやってみてね、今日うちで。でちょっとあの金縛りぐらいに来てからちょっとまた教えてほしいな。プルッて戻る、プルッて、そう、はい、ということです。38分になりましたけれども、さあそれではここでテイク2ボーリングのピンを確実に2本倒すことができるノンのコーナー。はい、はい、はい、前回はなんだっけ、前回も映画じゃなかったですよ。映画じゃない、ケムシは前回、あ、ケムシだ、ケムシじゃない、あ、違かったっけ、ケムシやってないでしょ、ケムシやったじゃん、え、なんかケムシがなんだっけ、芝生の、あ、それじゃない、そんな嫌そうな顔聞きました、すごい嫌そうな顔してるじゃないですか、ね、うん、今回は2択、あ、2択にしました、なんか2択がいいっていうの、ね、2択好き、2択好き、はい、お願いします。いいす、ね、うん、今日は1番はですね、お祭りのお話、おお、いいね、この時期には、2番がつむじのお話、あ、つむじね、安心してください、真面目ですから、あ、真面目な話ね、真面目、どっちも、ま、真面目なので、じゃあ目つぶっていきましょうか、あ、どうしよう、今回迷うな迷う、はい、迷う、迷いますか、はい、はい、行きましょう、いいで、はい、では目つぶって、よしよし、はい、じゃあ1番のお祭りのお話がいい人手開けて、では2番のつむじのお話がいい人手開けて、あ、2番です、はい、よし、そっか、つむじのお話か、真面目ですから、はい、なんか知ってる人がたくさんいるかも、もう全然、でもいいですか、はい、なんかチャーリーさんとか知っていそう、つむじですか、学校の先生だから、もうなんか笑ってません、教えてください楽しみ、楽しみなんだけどつむじ、この頭のつむじの話ですね、うん、はい、でなんかつむじは専門とも言うそうなんですね、ほう、漢字はどうやって書くの、漢字はなんかあのこんなです、え、わかんないよこの指揮者みたいにやってもさ、わかんないよあのもうはけですか、そうそうそう、けで、じゃあ線はあの
左が方角の方に、はい、なんかこの駆け抜けるっぽい雰囲気の、あ、旋回のあれ、旋回の線なんですか。ああ、はい。旋回の線？旋回。はんはんはん、あ、なるほどね。回る系だね。うんうん、あ、なるほど。はんはんはん、かっこいいですね。髪の毛が渦巻き状に生えているっていう。うん、どうしたんだ、なんか見つめられたら急に話だった、ね、でよくなんかあの春先とかにニュースとかで、うん、学校の校庭でつむじ風が発生とか、あるね、ますよね、うんうん、それ聞くたびに、あ、このつむじとこのつむじは一緒なのかなって思ってたんですよ、うん、なるほどね、つむじと確かに、あ、でも前本につむじ曲がりへそ曲がりって本が、何それ、はい、本がありましたね。でですね、はい、話を切る、いいねいいねいいよ、のんちゃん来てる、いやほいでほいでほいで、ですね、で聞くたびに、あ、一緒かなと思いつつも、あの調べなくって、うん、ずっとほっといてたんですよ。あ、気になりつつもね。なかなか調べたりしなくて、うん、でなんかこう小蛇さんからこのコーナーをいただいて、うん、あ、そうだ調べよう。あ、いいきっかけになったね。わあ、嬉しい嬉しい。もう長年放置していた謎が、お、昨日明かされました。気になる気になる。知らないですか、チャーリーさん。あ、なんだ、知ってるかなと思った。うん、気になる。うん、あのですね。つむじ風とつむじは同じ、なんだこれ、語源だそうです。ああ、やっぱそうなんだ。うんうんうん、え、つむじって漢字あるんですか。つむじは、うんと、ですね、うんと漢字はあるんですけど、はい、つむじ風の、うん、つむじ風ってすごいなんか一文字で見たこともない漢字ばっかりです。ああ、そうなんだ。へー、あー、なんかすごい難しい感じだね。風に炎って書いたり、それがつむじって読むの。これつむじ風って読む。あ、つむじ風、あー、うん、なんかちょっとこの音のなんか風量っていうか音みたいなので、うん、漢字がなんかあれこれあるらしいんですけど、へー、つむじ風の音で変わるんだ、うん、なんかすごい、うん、面白いね。で、それでですね、でこの同じ語源でですね、うん、つむじはですね、扇風の意味で用いられる方が古いので、うん、髪の毛のその後から髪の毛のこの渦をつむじ風に見立てたそうなんですね。あ、最初がつむじ風だったんだ。最初は風の方で。へー、知らなかった。これ、あの、へー、それは知らなかったぞ。じゃあもしかしたら台風になってたかもしれないね、つむじのところがね。なるほど、うん、台風っぽいじゃん、ちょっとぽいぽいぽい、また台風2つあるみたいな。おーね、台風1つ目はっきりしてるね。それハゲてるだけじゃん。すごい、いいね、なんですってって。違うんですよ、なんかもっとちゃんと調べようかなと思ったんですけど、いやでもあの、ね、何も書いてなくって、ここまでぐらいしか、あの書いてなくて、あ、でもさ、すごい不思議だよね、わかりやすい、うん、なんであれね、つむじ回るんなんだろうね、うん、なんかこれなんか赤ちゃんの時のなんか皮膚のなんか回転のあれで、なんかつむじのこの渦の向きがなんか変わるらしいですよ、右巻きだった。じゃあ赤ちゃんの寝返りとかでですか。うん、あ、すごいね、言ってたような気がする。面白い。なんかそう考えたらつむ、なんかつむじ風よりつむじの方がなんかねメジャーな感じになってるから、こっちが先なのかなと思いきや、まさかのつむじ風が先だったの。どんな風をつむじ風って言うんだろう。つむじ風、うん、調べましたよ。あ、読みますよ、はい、つむじ風はですね、うん、晴れてよく晴れた日の午後に、うん、あの突然ちょっと鼻水が突然前触れなく発生するらしいです。あ、なるほど、うん、たまにあるよね、地面からさーって。ありますね。そう、地面でピーって1分ぐらいで、うん、ヒューってで消滅するそうです。あ、それがつむじ風、うん、あー、かわいいね、ピリリピュー、あるね、グラウンドとかで、うんうん、つむじってつむじどういう意味なんだ。つむじってあの
あの渦を巻くとか。つむんでるんじゃない、つむんでる、つむんで、じ上に伸ばしたわけさ、つむ、じつむつむみたいな感じじゃないの。つむっていうのがこの何、つむぐとかこう回るものの意味がある。あ、そうだね、つむぐって言うもんね。で、じはなんかよくわかんないんですけど、うんうん、嵐とか、うん、なんか嵐のし、あ、風のぜっていうこの言葉自体が風の意味があるそうで、あ、確かにね、それを合わせてつむじ。なるほど、あ、しとかぜっていうのが風っぽいからつむじってなったのかな。日本語すごいですね、うん、面白いね。いや、待て待て、明らかに間違ってたらどうしよう、私の声もシとか言ってたね、ね、当たってる、かわいいね。語源って面白いですね。そう考えたらつむじってめっちゃなんかいい名前だね。つむいだじ、風、つむいだ風、つむぐ風、うんうん、あ、出てますよ。なんでそのつむじができるかって。なんだよ、さっき皮膚の回転って言ってましたね。あ、うんうん、人間のてっぺんから下にかけて屈折した軸があるんだって、うんうんうん、何今の屈折した、おーい、それがあるんだって、うんうん、あ、団子三兄弟みたいな櫛があるわけね。体の中心っていうがあるわけね、体幹がね、うん、でこれが妊娠初期にその軸を中心に皮膚が回転してるんだって。あー、やっぱ地球儀みたいにくるくる回ってんだ面白い、うんうんうん、で回転の軸がつむじとなってるっていうのが、で胎児の頃の皮膚の回転の名残です。すごい、のんちゃん正解じゃん。あ、なるほど、じゃあ夏なのか冬なのかで回転が変わるってこと。あ、ほら、地球儀は夏はなんかほらこう軸がちょっと変わるでしょ、夏季節で変わる。え、あ、南半球か北半球かみたいな感じかな。そう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 、面白いね。すごいよね。うん、胎児の時にできてるの。へえ。お腹の中にいる時に。右回りだったら右回り傾向にできてたりとかって感じなんだろうね。ちなみにですよ。つむじって頭だけじゃなくて。え？体毛の多い人は。あ、脇毛や。はあ？腕の毛がこう。陰毛にもつむじを持ってる人。陰毛にも？また背中につむじを見つけること。あ、なんか坂本龍馬は後ろに毛があったみたいな感じ。そうなの、なんかあれなんだね、台風がいろんなとこに発生中みたいな1号2号脇毛にできるってすごいね。沖縄人毛深いでしょ。いや、毛深いけど見たことなくない。見たことないですね。あ、ない、毛深いの。え、ちょちょ、脇毛につむじとか見たことあります。脇毛はないけど背中はあるな。へ、背中ある。さらに見てみたい、面白いね。全然関係ないんだけどさ、平中さんっていうこのボクシングから使いちゃった。ああ、はいはい。あ、ね、うん、最近なんか新聞にもいろいろ有名よね。うん、でこの前なんか防犯のカメラのあれもしてるんだよね、教会の。へえ、まあ、不思議だよね、ボクシングのあれもしながら、うん、それこうやってインタビューしてる時の顔、横顔が載ってたわけ、うん、誰かに似てるなと思って、うん、見たら港川源氏に似てる。わかる、港川源氏。わかるわかる。結構顔濃ゆくて、うん、顔がぐわって中心に集まってる感じよね。沖縄最古のなんかザ猿みたいな感じ。うん、もう猿じゃない、ゴリラかな。ゴリラ、あ、そう、ゴリラみたいなやつね。そうだね、はあ、毛深いわけ顔まで、うん、まあそういうので、まあ、全部にあるっていうことですね。ん、今その港川源氏はどういうつながりで出てきたんだろう。つむじ関係あった。いや、毛深いけどちょっとなんか時々降りてくるわけなんか。ね、つむじの神様。全然初めて聞いたよ、つむじの神様。ということでいい、チャリさん、ね、まだ掘り下げたい。なんかね、つむじって面白いね。でもね、いや、面白い。こう聞いたら面白い。脳天に近いと、ね、ほら軸がこうあるから、うん、で髪の毛があるからやっぱりそこに渦ができやすいって書いてます、ね、でもさ、結構つむじって後ろらへんにない？ですよね、うん、そこなんですよ、中心。そっから
私ここら辺こっからこうつながってるんですか。あーなるほどね、後ろの頭から後頭部から口にめがけて直進に、直下のあの陰毛のおへそ、あ斜め、陰毛に向かって、そこって毛があるとこでしょ、うん、上と下やるけどさ、そこが10でもあれね、面白いね、表に近いところに流れの中心があって渦を巻いてます。へもう一箇所、お尻の肛門近くにも渦が、あーこれある、あるでしょ、ないでしょ、小さい時おむつ替える時なんか後ろに毛ない、ないないない、いやよく見て、いや本当に私よく見てるよ、いつも今パンパス毎回替えてるから、いやそれお尻でしょ、お尻の上の方、毛孔斑とかあるところ、え見てみたい、今日はちょっと見てみよう、あのお尻の割れ目の上の方、写真撮ってきてね、写真撮ってくる今度だよね、今リアルがあるの私だけだもんね、確かにそうですね、ちょっとも明日来週持ってきます、うん、ちなみに日本人の約 60% が右向きだそうです、私右向き、なんかさあれだよね、前髪とかもこの毛の流れに沿って本当は作った方がいいって言いますよね、あよくわかんないけど、そうらしい、だから本当はこっから前髪ふわっと後ろからね、そうそうそう来た方がいいんだけど、みんな無理やり毛とは逆らって作っちゃうから変な前髪になる、なんか最高3つまであるみたいですよ、3つはでもなんかいた気がする、3つ、うん、いたいた、へー面白いね、面白いね、面白いね、ということでね、のんちゃんがこのね、いろいろ調べてきてくれました、はい、つむじのノンのスモールワールド、はい、あ最近題名言ってなかった、そうですよ、スモールワールドですよ、来週は言います、そうです、僕あのピンを2つコーナーと、いやピンを2つノンのコーナーの中でスモールワールドっていう題名があるんですよ、なんか分かりやすいね、確実にピンを、ね、いや今日5本ぐらい倒れたんじゃない、倒れた、5点倒れた、倒れた完全にね、びっくりした、面白かったです。すごいはい。で、最後、チャーリーさんなんですが、はい、なんかありますか？いや、僕ね、ないの？時間ないんですけど。うん、ないよ。1分でまとめて、1分で。1分で？うん。ね、沖縄のタクシーは本当に面白いって。へー、何？なんだなんだ。最近、こういうのが投稿が載っててですね、うん、ある、あの本土から来た人が、うん、こうタクシーの乗ってたらね、まあ、学生さんを連れて、うん、大学の先生だけど、うん、なんかこう信号待ちの間にこのティッシュをこう紙ナプキンをね、うん、掴んでなんか手で日和くる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 巻いてる、何してんだろうと思って、うんうん、お客さんこれもらえますかって出てきたのがバレリーナ、うん、うん、ああ見えます、あ、はいはい、ティッシュで作った小よりのバレリーナ、バレリーナ、以前はなんか折り紙を折るタクシー運転手がいたらしくて、他府県ではまず考えられないと、その信号機の間にこう、これもなんか沖縄の歴史が生んだ沖縄らしさっていうのの中で、この人が言ってるのは自治の感覚、自治、自治、自、まあ、自、自分で治める、うん、もうタクシーは自分の王国だと、うんうんうん、だから自分のやりたいことをやる、へっていう沖縄の文化のなんか面白さっていうのをね、うん、書いてる投稿があったんですが、うん、また皆さんね、なかなかタクシーに乗る機会ってないじゃないですか、うんね、面白いね、面白いタクシーの運転手の一つの仕草、うんうんうん、あの有名なエピソード聞いたことある、ないない、中田幸子さん、あないかも、え有名です、何ですか、中田幸子今度9月13日敬老の日、うん、沖縄市民会館でまたコンサートがあるんですけど、うん、前売り4800円、マネージャーですか、うん、ねえよくわかるなあるんだけど、はい、その中田幸子さんがあのちょっとこうアルコールを飲んでね帰るときにちょっとタクシー運転手を止めて、でタクシー運転手がこう、あ中田さんですね、うんうん、してどこか走らそうとしたら、すみませんどちらですかって言ったら、えっ、え？って中田幸子さんが言った、うん、その一言でタクシー運転手が切り返した、さ
七五三はあの沖縄でとっても有名な人なんだけど、うん、あなたのお家は誰も知らないっていうエピソードなんです、うん、幸子は、まあ、顔が有名だから、うん、お家まで言ってるけど、ね、本人自身は超有名だけど、うん、そのそういったタクシー運転手のね、まあ、切り返しがとっても粋だったっていう、ね、あんたはとっても有名でみんなが沖縄県知ってるけどあんたのお家は知らないよ、そのプライベートなあれは知らないよ。面白いね、いい返しだね。うん、幸子さんが孫に語った話が前の、うん、そういったものとかタクシーに関わるいろんなエピソードでね、また亡くなられた平富さん、はい、富オーバーね、あれもカラジって言ってこの紙、うん、昔からこう自分の母親の代から取ってるこの切り紙、うん、それ友達に貸したら友達がなくしたんだって。へー、もう舞台女優としてはほら竜宮とかいろいろやるから、あのカラジってとても付け紙として、うん、もうって思ってたら3年ぐらい経ってその自分の紙が出てきたっていう、タクシーの中に忘れた。へー、うん、やっぱり巡り巡ってくるんだね。すごいね、やっぱ戻ね、ちゃんと持つべき人のところに来るということなんでしょうね。そうそう、皆さんまたね、うん、タクシーの中でもいろんなエピソードもいろいろあると思います。はい、ということですが、はい、さあ2分となりました、はい、クリスタルラジオ、あっという間ではございますが、はい、今日は糸満から出していきましたけれども、はい、日清商会、ただいま魔順がですね、うん、10周年、うん、お客様感謝祭をやっております。今日明日までやってますので、うん、朝9時半から、はい、夜は6時ぐらい、6時ぐらいですな、やってますので超お得で超いい、うん、カリシウェアが手に入ると思いますのでね、ぜひ足を運んでいただけたらと思います、はい、さあそれではまた来週になりますけれども、来週はもう夏休み入ってますね。早いね、早い、ね、来週は生放送だね、はい、再来週も生放送だね、はい、ということ。さんあれですか、保育園は夏休みはないんですよ、ね、ない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 、だって私も夏休みないもん欲しいですよ、はい、ですが皆さんね、体調気をつけて楽しんでください。はい、この番組はユニフォームを通して快適な価値ある商品を創造、地域社会に貢献する日清商会の提供でお送りしました。また来週、バイバイ、やらやら。29日あのパン巡り行くって言ってたじゃないですか。はい、はい、なんか舞台でしょ。舞台を見に行こうかな。29何時からだっけ。何の舞台ですか。パンは行かないんですか。吉本新喜劇、なんかさ、チャーリーさんがすごいおすすめなんだって。しげぞう、しげぞうさん、なんかやっちまった人みたいな、ね、血でなんか深い血の色へしげぞう、しげぞう見たことない。新喜劇とかまだ見たことないと思う。本当しげぞう、しげぞうはちょっとチケットが入った、チケットが入った、チケットが手に入ったの、手に入ったら行こうね。ああ、はい、私でもね今いろんなパン屋さんめっちゃリサーチしてるから、どっちにしてもパン屋さんに行くかしげぞうか、パン屋かしげぞうでもしげぞうめっちゃ行きた。何時からなんですかしげぞう。しげぞうね、ちょっとメモ探しましょうね、うん、沖縄市民大会。あ、沖縄市でなんですか。うん、沖縄市で。だからこれ終わって、さあ私は発表会なんで行ってきます、ね。はい。発表会なんですね。バレエですか。そう。チャリさん、シールイある？あ。手やっちゃってさ。見ました、フェイスブックでザクって。痛い。超痛い。しかも危なかった、本当に。包丁ってあんなに切れるんだね。それよく切れる。これ貼りますか。あ、ありがとう。もらっていいですか。お家で貼ってこいよって話だね。めっちゃ結構ざっくり、爪だけででも、うん、ちょっとでも切れてますよね、うん、ちょっとね。でもさ、たまたまこれだけだったけど、めっちゃさ、なんかかかりもしなかった、サクッていけた、だから本当に危なかったなと思って、ありがとうございます、もらいます。ちょっと本当1センチずれてたらマジ指までいってたなって感じ。いやー、ボボボボン、怖い怖いよね。白菜をさ、サクサク切ってたらさ、めっちゃびっくりした。普通なんか爪とか引っかかりそうじゃん、ね、カツみたいな、うん、なかったっけ。いやびっくりした、本当私指なくなったかなって一瞬思ったぐらい、もう超やばかったもん。
ついでもすぐ止まりました。うんうん、大丈夫だった。でもさ、痛いわけやっぱり。なんかお風呂とかを水とか触ると超痛い。この時に限ってぶつけたりするのがね。そうなのよ、意味わかんないよね。バンバンでまた血がピロって。いやー、やめて、もう怖いよ。いいですよ、怖い、やめて。ありそう、車に。あるあるある。ちょっと急ぎだから。オッケーオッケー、じゃあ行きましょう。どこであれしてるかな。じゃあ、すいません、お酒になりますが、はい、ありがとうございます。また食べてね。あの、3時のやつ。2時間に1回、ケーキ。大変だと思うんで。持ってる？あったら助かるな。ちゃんと CD ケースに入れて。マジで？ CD ケースあった？いや、つけて。マジで？そうそう、車にないね。車だ。おりゃ。じゃあちょっと取ってきまーす。はい、じゃあまた来週ね。お疲れ様です。お疲れ様です。忙しそうですね。すごい、いっぱい食べちゃった。でも人切れないから。いっぱい人切れだから大丈夫。まるまる一杯だったら。ワンホールだったら多分すごい量だったと思います。食べれるだろう。ありがたいな。あ、チャーリーさんがこの文章はチャーリーさんが考える。そうなんです、チャーリーさんオリジナルの文章で。ビクトリアさんはどこに映ってるの？ここの子に人映ってるよね。あ、いた、かわいい、かわいい。他はいない。あ、いた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 。ここのページと最初の冒頭の目次のページに映ってます。なんか、ね、ビクトリアさんも探せみたいな。いたいたいた、ちょこちょこって。あ、いたいた。こっちにもいた。いた、まさかの。もっといないの、もっといないの、どっかに。この4体ですね。 ありがたいことに。嬉しい、お母さん。いいね、いいね、いいね。次はでも、前の川口さんと山田さんみたいに3人乗れたらいいですよね。ノンさん、チャーリーさん、私、また小瀬さんと、うん、みんなで乗れたらいいな。全員集合みたいな。なんか面白い。なんか違うみたい、このよく見てるチャーリーさんとなんか違う、ね、多分何年か前の写真だと思うんですけど。うんうんうん、そうなんですよ。結構いろんなのが載ってますね。美味しそうだにゃん。今度はぜひもしなおさんのお時間の時を送るとか。おなじみさんなお店が載ってるのかな。あ、多分観光系で、うんうん、おなじみのところがメインだと。頑張るんじゃん。まあなんかですね。なんかバカンスって感じ。バカンス。ちょっとチラチラ見て。はい、ぜひぜひ。いただきます。食べて食べて。ピースフルとか終わってますね。ああ、そういえばこの間だったような。あれです。もっと食べますか？ん？あ、いいよ、食べてください、もう。全然全然。これ、ちょっと、どこにしよう。2時から収録したんですか？なんか、紙皿、私買っていきましょうか。いや、こっちにある。あります？うん。はい、今食べます？あ、もう、あの、ありがとうございます。もう、お腹いっぱいで。うにゃん。ひとりさんも、あと、ひとりさん、あ、そうそう。ひとりさん、ゼリーまで消費しようかな。ありがとうございます。大きいのが1歳の普通がいい。うん。大きいのが1歳の普通がいい。あ、そばから、ちっちゃいのからで。お母さん、食べました？食べた。うん。
大人気な人なんですか、このなんとかさん。しげぞう、しげぞうはこれお若いんですか、中年ですか、おじちゃまですか。見たことない、しげぞうの。森蔵さんならわかるけど、しげぞうさんはちょっとわかんないね。芸人、吉本の芸人で、もう久保田茂蔵、違う、違うやん。落とした、捕まえそうね、結局落とした。これ見たことない、これちょっと見てください、しげぞう。これで穴や余ってわかるかも、辻元。そう、しげおじゃなかったです、しげぞうでしたっけ。しげぞうこれThank you.
今さっき YouTube 流れてたよね、うん、繋いでるんじゃないですか。あー、分かった。見たことないこれ。ないです。すいません。手が塞がってるもので。見たことない。見た。おもちゃま。おもちゃま。キラさん、間がうまいわけ、間が。お邪魔しますか。いや、お邪魔なんか見た？前なんか見た。誰を？あなた今この方を誰だと聞いたんですか？お、聞いて驚かないでくださいね。いいでしょ。テンポすごくいい。サクさんを呼んでいただけますか。ちょっと待ってよ。サクさん、自分で呼ぶ。はい、何かしら。私、どんな用事？僕、おっちゃま、秘書の辻元ですよ。騙された。先日、おもちゃまが、さきさまに一目惚れをしました。おもちゃま、おもちゃま、
そう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 。マドラーみたいなやつですか。そうそうそう。失礼します。
行こうかな。ある？あ、お箸がいいね。お箸いいね。